この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報です。今回は今月の21日から始まります高崎映画祭についてご紹介します。こちらはその映画祭の会場の一つとなります高崎市荒町のシネマテイク高崎です。こんにちは。こんにちは。映画祭総合ディレクターの塩睦子さんです。今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。1987年に始まった高崎映画祭は毎年3月から4月にかけて開催されていて、今年で29回目を数えます。まずは今回の映画祭の概要から教えてください。はい、今回は3月の21日から4月の5日まで16日間開催をいたします。で、全49作品になるんですけれども、邦画は邦画セレクションとしまして、受賞作品の6作品それから注目作ということで、かなり去年話題になりました太秦ライムライトという作品ですとか、あとは新進監督の作品も入れております。それから洋画に関してもミニシアター系でかなり口コミで広がった作品など何本か入れておりまして、コーヒーをめぐる冒険ですとか、これ見たかったっていうものがあると思います。それから特集にもかなり力を入れてますので、今回はインド映画ですとかポーランド映画ですとか、そういうものも入れています。今年も内容盛りだくさんとなりそうですね。はい。そして今年は家族で楽しめる企画もあるということなんですが、はい、なかなか高崎映画祭で家族でというのをちょっとこの数年やってなかったので、今年は本当に皆さんに楽しんでいただけるものをと思ってまして4本入れています。その中でもやっぱり注目していただきたいのはムーミンパペットアニメーションなんですけれども、こちら の, 上映というのは本当に貴重な機会になるので、ぜひ親子の皆さんで見ていただきたいと思います。ぜひ親子で楽しんでもらいたいですね。そうですね、はい。そして会場なんですが、はい、こちらシネマテイク高崎以外にどんなところで上映されるんでしょうか。はい、メイン会場になります高崎市文化会館、それから高崎シティギャラリーと高崎電気館も会場になっています。そして毎年注目を集める授賞式は3月22日午後3時から高崎市文化会館で開かれます。そして高崎映画祭といえばやはり授賞式が華やかですよね。はい、もうおかげさまでここ数年は多くの受賞者の方列席していただいておりますが、今年もかなり華やかな顔ぶれになっております。今年の式には野の七七日で最優秀作品賞特別大賞を受賞した大林信彦監督をはじめ、最優秀主演女優賞の常盤貴子さんと安藤サクラさんら9人の出席が予定されています。なお詳しい上映日程につきましては事務局またはホームページをご確認ください。ということで今回は高崎映画祭につきまして総合ディレクターの塩睦子さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。